なスケールで今撮影が進んでおります。階段ごと貸し切ったの。はい、えそこにコンセプトを立てて、はい、やらせていただきます。もうすごい魅力ある、うん、誰もが行きたくなるようなこういう感じ、海の家になっていて、うん、最近の暑さはどうですか、撮影中の。やばいっすね。やばいです。熱中症気をつけない、はい、でも若い人たちが多いから撮影現場も楽しいんじゃないですか。よろしくどうですか。いや、あのすごい楽しいですね。やっぱり美女に囲まれて、うん、素敵な夏を過ごせそうだなっていう感じがしてますし、まあ、他にも男の子がいて、うん、結構同年代でワイワイやってる。まあ、金田さんは海の家で、ね、これから料理人として働くかどうかっていう、はい、そうですね、その辺も注目していただきたいところでもあります、ね、でも海の家でイタリア料理っていうのはあんまりないケースだよね。そうですね、その辺もこう自分の役的には納得してない部分もあります。ドラマの見どころは物語とともにもう一つサマーヌードっていうタイトルですから、やっぱりヌードはちょっと注目なわけですよ。で、なんといってもヤマピーのヌード、これがどうなっていくのか直撃でございます。ドラマのタイトルがサマーヌードだけに、山下さんの鍛え上げられたヌードが見られるのか。我々は撮影現場に急行、主役を務める山下さんを直撃しました。なんかね、もう脱ぎキャラみたいになってきちゃって、確かに海の舞台なんで、うん、脱がせていただく形になってますでは一体そのシャツの下はどうなっているんでしょう。触っていいですか。いいですよ。あ、すごい、ちょっと入らない。あ、泣くファンに怒られそうですけども、山下さんのヌードは見られるんでしょうか。スピードラーニング間違いの体験、聞くだけで喋れるって言われてたね。いや、本当にって思います。使っても喋れるのかなっていう。